はい、皆さんこんにちは、アムールの後藤です。今回はですね、新企画の楽するレシピ帳ということでですね、皆さん簡単に美味しいを叶えるレシピを、作っていきたいと思いますので、お楽しみにしてください。今日はですね、もうみんな大好きカレーライスですね。しかもカレーのルーを使って作っていくんですけど、そこに一つだけガラムマサラというスパイスですね、この一本を加えるだけで、より本格的な、より香り高い美味しいカレー作れますので、はい、ぜひ一緒に作ってもらいたいと思います。はい、今回の材料はこちらです。はい、では早速ですね、作っていきましょう。まず玉ねぎですね、まあ、1センチとか5ミリぐらいのくし切りにカットしてあげます。あえてちょっと大きくカットしてあげることで、玉ねぎの食感も楽しめるカレーにしていきたいと思っているので、これぐらいにカットします。冷たいフライパンでいいので、オリーブオイルで、あと玉ねぎですね。でここに最初にお塩と、あとはお砂糖で、ここで火をつけていきます。玉ねぎ飴色になるまで炒めてくださいってあるじゃないですか。今日はもう短時間で美味しいものを作っていきたいので、この玉ねぎもですね、ちょっと色付けはしたいんですけど、結構もう強火で炒めていきます。で最初にこの砂糖とお塩を加えていることによって、玉ねぎから水分がジュワッと出てきて、炒まるのも早くなるので、ぜひ加えてください。ちょっと広げてあげて、あまり触らずにこの状態で炒めていきます。いじらないことが早く色づけることのポイントになります。混ぜれば混ぜるほど、フライパンと玉ねぎの接してる部分が常にこう動いちゃってる状態なんで、なかなか色つかなくなっちゃうんですよね。多分まだ 2,3 分なんですけど、ちょっと返します。ほら、もう色ついてきてるでしょ。ちょっとやっぱり、ね、ちょっとこう焼き色つけた方が香ばしさが生まれるので、ちょっと返したらまたこう広げてあげて、少し我慢してあげます。そう、香りも立ってきます、玉ねぎの。今日の一番時間のかかるのはここだけです。時間かかると言っても5分ぐらいです。ちょっとそこのあなた、クラシルさんと別にですね、私個人のごとチャンネルっていう YouTube やってますので、そちらでも簡単な料理ご紹介してます。ぜひ今すぐ飛んでチャンネル登録といいねお願いします。あ、いいじゃないですか。ほら見てください、もうこれぐらいでいいです。ちょっと玉ねぎの表面うっすらとこう茶色くなって香ばしさが出るので、これぐらいになったら、ここにお肉ですね。今日は切り落としの豚こまを使っていきます。まあ、理由としてはすごい早く火が入るのと、そんなに煮込まないでいいので、まあ硬くなりすぎず、脂身も脂肪分も程よくある。まあ大きかったらちょっとカットしてもらっていいんですけども、今日はそんなに大きくないのでこのまま加えちゃいます。もう軽くでいいのでお肉に火を入れてあげます。やっぱりカレーもね、いろいろお肉、チキンもビーフもね、使うと思うんですけど、僕は結構やっぱ豚肉の、しかもちょっとこう脂の噛んでるお肉を使うのが好きですね。この玉ねぎがいい感じにもうね、あっという間に色ついてきてますね。なんならこのままでも美味しそうですけどね。美味しそうなんですけど、今日はカレーに仕上げていきます。これぐらいで、あー素晴らしくいい状態です。もうサッとでいいです。お肉もほぼほぼこう赤い部分なくなったぐらい。そしたらここにちょっと赤ワインを加えていくんですけども、赤ワインね、なんかもういきなりハードル高いじゃん後藤さんって思うかもしれないんですけど、今日散歩してたらたまたま見つけて、成城石井さんでめちゃめちゃ小さいパックの赤ワイン、使い切りサイズのが売ってたんで、あ、こういうのいいじゃんと思いましてね。もし今まで赤ワインのね、こうハードルが高くて敬遠されてた皆さん、ぜひ赤ワインの世界を知ってください。ちょっとこれやっぱり使ってあげると、一気に香りだったりコクだったりオフランスな香りがしてくるので、今回を機に赤ワイン使ってみてください。こっちに 100cc 入れます。もちろん最悪なくても全然いいんですけど、やっぱりこうあるとないのとで全然こう深みが変わってくるので、ちょっとやっぱり知っていただきたいんですよね、この赤ワインの世界っていうのをね。でワイン加えたらアルコール分は飛ばしてあげます、しっかりと。でアルコール飛ばしながらここでぐーっと煮詰めていきます。豚こまたちにこの赤ワインの旨味、香りをぎゅーっと詰め込んじゃうというか、まとわせてあげます。香りがいいでしょ、赤ワインのこの果実味豊かな果実の香りと、こう酸の香りと、やっぱブドウなんでね。はい、はい、豚肉のね、こう臭みを消すとかいう点では、料理酒でも構わないんですけども、芳醇の香りとふくよかさ、
っていうのはワインにしか表現できないものなので、手軽なのも売ってるので買ってみて使っていただければと思います。これでぐーっとワインが煮詰まってきて、もう美味しそうだ。結構煮詰めちゃっていいです。ほぼほぼ汁気がこうなくなるぐらいまで、これぐらいでいいかな。で、一度ちょっとこれ別の容器に開けてあげます。これなんでかというと、今日は煮込まないカレーなので、お肉もあんまり固くしたくないんですよね。これずーっとお肉入れたまま次の作業してしまうと、お肉が締まって固くなっちゃうので、お肉も柔らかく仕上げたいので、一度ちょっと別のバットに取り上げます。はい。で、そしたらカレーの、ルー作りですね、していきます。同じフライパンで、もう洗わないでオリーブオイルですね。今火止めてます。で、ここに、今日はもうチューブのすりおろしのニンニクと生姜を大さじ1杯ずつですね。やっぱり生姜とニンニクもね、これも入れてあげると香りが非常に豊かになっていくの で、これをちょっと軽く炒めていきます。ちょっと弱火で火つけてもいいですね。で、ここでオリーブオイルにこのニンニクと生姜の香りを移してあげるようなイメージで、これあんまりね強火にしちゃうと焦げちゃうので、これもし生姜とニンニクもフレッシュのものがあれば、まあより香りは良くなりますけども、チューブでも全然十分いいと思います。温度が上がってくるとじわじわじわっとしてきて、非常にこう香りが立ってきますよね。ニンニクと生姜のいい香りが立ってきたら、ここにガラムマサラを加えていくんですけども、ちょっと2段階で加えていきます。まず最初のこの段階では油ですね。オリーブオイルの中に今ニンニク生姜の香りが移ってますけど、一緒にガラムマサラの香りもなじませていきます。で、あとは最後に仕上げにもう一回加えるんですけども、そうすることによって今度フレッシュな香りが出てくるので、ガラムマサラの香りを楽しめるような仕上がりを目指すことができます。で、スパイスもね、こうまあいろいろな考え方あるんですけども、熱加えると香りが飛んじゃうっていう人もいるんですけど、僕はこう熱加えるとふわっとしたいい香りが非常に漂ってきて、このやっぱり油の中に溶け込むんですね。この香りも大切にしたいので、こういう感じで炒めます。ああ、もうなんかインドに来た感じですね。そしたら先ほどの玉ねぎ、お肉、赤ワインですね、混ぜます。そしたらもうここに全部旨味が詰まってるので、ここにウスターソースと、ウスターソースにもスパイスだったり野菜、フルーツ、果物の凝縮された旨味っていうのが入ってるんですね。今回特に野菜を玉ねぎだけにしてるので、ウスターソースでちょっと味の補いをしてあげます。旨味の補い、今日はバーモントカレー使っていきます。まあお好みのカレールーでいいと思うんですけども、僕は辛いのが苦手なので今日は中辛です。中辛でもギリギリです。このバーモントカレーを半分ですね、半分のパック入れていきます。で、あとはお水です。で、これで沸騰させてあげて、もう馴染んだらほぼほぼ完成です。だから煮込まないんですよね。だいたい煮込む理由としては、まあお肉とかこう野菜とかから味を抽出してあげたいんですよね。煮込んだ美味しさっていうのもあるんですけども、煮込めば煮込むほどこう香り、美味しいスパイスの香りとかも飛んでいってしまうので、今日はそこを大切したいので、お肉と玉ねぎだけを炒めて、赤ワインの旨味と、で、そこに最後にですね、ガラムマサラの追いスパイスで風味豊かに仕上げていくと、多分15分ぐらいでできちゃうカレーになります。でもいつもとね全然違う異国情緒漂うカレーに仕上がるはずなので、楽しみにしてください。これで一回強火で沸騰させてあげます。でももうこれぐらいコトコトした、沸騰したら3分だけ煮込んでいきます。これ僕の大好きなタイマーです。別のなんだページ見てください。アクってどれを取っていいかわからないですけど教えてください。アクね、アク問題そうあるんですけど、いろんな考え方あると思うんですけど、例えば今日の食材だったらお肉と玉ねぎだけじゃないですか。そんなにえぐみがあったりするわけでもないし、悪いものでもないんですね。これが山菜とかほうれん草のようなちょっとえぐみがあるようなものだったら軽く取ってあげてもいいんですけど、もうこれぐらいの時は僕はアク肉にもこう旨味だったり香りが含まれてると思ってるんで、僕は取らないです、ほぼ。なのでそこはお好みです。嫌だったら取ればいいと思いますし、もう僕みたいにそれも旨味の一種だって捉えれば全然そのままでもいいかなと思います。アクを取りたい人にちょっと一個注意していただきたいのが、アクってまあ浮いてきてるんですけど、そこに一緒に油も絡んでるんですよね。浮いてきてる油っていうのはすごい香りと旨味が入ってるものなので、油は取らないでほしいんですよ、絶対に。油を取ってしまうともう全然コクのないなんか垢抜けた味わいになっちゃうので、アクは取っても油は取るなです。名言風に言いましたけど
はい、これでですね、3分経ったのでほぼほぼ完成なんですけど、最後に一仕事待ってます。ガラムマサラ、残りの半分、小さじ半分と、あとバター加えたいんですけど、まあバターもなければいいです。ただこれを加えるとどうなるかっていうと、ツンツンしたちょっと香りが、あるんですけども、バター加えるとそれがめちゃくちゃ非常にまろやかにまとまって、コクのあるあーっていう味わいになります。ちょっと今日はバターを加えていきますね。バターってやっぱね、すごいいい仕事するんですよ。僕らね、フランス料理だとバターモンテって言って最後に加えるたり、ソースに加えたりするんですけど、あとは残りのガラムマサラ、このフレッシュなスパイスの香りですね、小さじ半分加えて、そしたらもうここで火切っちゃいます。これ加熱しちゃうとね、また香り飛んじゃうので、もうこの余熱でバターもみるみる溶けますし、ガラムマサラもさーっと馴染んでいきます。でスパイスの香りもあるんですけど、今日はもうルーをベースに作ってるんで、もうとろみとかも勝手にこんなについてくるので、めちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。まあルー使った方がやっぱり簡単に作れるんですけど、ルーだけっていうよりはちょっと加えてあげるとこんなに、あの優勝カレーです。これで完成になります。完成したんでね、盛り付けていきます。今日は特別にこの僕も好きなユニロイの鍋でですね、ご飯もうわー美味しそうな、このお鍋で炊いたご飯めちゃめちゃ美味しいんですよね。カレーのこの盛り方もね、いろいろありますよね、好みがね。皆さんはカレー右派ですか左派ですか。僕はなんかいつも食べるときに、あれこっちだっけな、こっちだっけなって迷っちゃうんですけど、左側にご飯っていうの聞いた覚えがあるんですね。いやで、僕は多分ソースすくいのご飯ですね。早く盛れっていうお鍋ですけどねこのゴロゴロお肉、あ、いいですね。お肉たっぷりのカレーを、よいしょ、持ってあげます。で、この玉ねぎ、ほら見えます、形残ってるじゃないですか。だいたいカレーの玉ねぎってこうなくなるぐらいまで炒めたりするんですけど、この玉ねぎのシャキシャキ感もまたたまらなく美味しいんですよね。重大なものを忘れました。福神漬けを用意するのを忘れましたので、もうそこはお好みで、皆さん召し上がってください。簡単に美味しくできますんで、ぜひ皆さん作ってみてください。 YCC 完成です。ゆうすけカレーカレーです。はい、本日紹介しましたレシピの詳細はクラシルアプリから、ご覧ください。早速試食していきます。いただきます。うん、あー美味しい。これめっちゃ僕好みのカレーです。そりゃそうか、自分で作ってんだからそうなんですけど、やっぱりルーだけで作った時より、まずこのガラムマサラの香りですね、非常にこうスパイスの香り豊かな香りと、あとは赤ワインとかもね使ってるんでコクもあります。で最後のバターのまろやかさとか、そういうのが全部本当に複雑に絡み合って煮込んだ感じあるんですけど、今日3分ですからね、煮込んだ時間。けどここまでの味わい、奥深い味わいが出てくるのは、これは神レシピでしかないですね。ぜひ皆さん作ってみてください。はい、そんな感じで YKK ゆうすけカレーカレー完成です。カレー足めっちゃ恥ずかしいじゃないですか。これカットでお願いします。